はい、皆さんこんにちは、ちでございます。カチャチクンゾンやっていきましょう。何日か前のコメントになってなるんですが、この先どれぐらいあるのかなっていうような内容なんですけど、この先ほんともうあっちゅう間ですよ。ほんとね、トヒロスが使えたらね、難なく先行きます。ただですね、エンカウント率が高いのと、泥試合になるんで、デストロイヤー使わないともうどうしようもないっていうね。で、それで MP が枯渇しちゃうっていう問題を除けば、なんてことないです。ちなみにここからはね、行ったことないところなんですよね。ですけど、でここで確実に敵出てくるんですよ。ここでね出てくるようです。そう書いてくれてますんで、これね、どうしよう。メデューザが、あれだそうですね。メデューサが、あら、この敵、メデューサ跳ね返すんだ。あら、ちょっとあれ、MP が6っていうことを教えていただきましたんで、私ちょっとね、見てなかったんで。これはこうかな。確実に当たるもんね、これね。いい感じだね。今回ひょっとするとね、敵さんにお目にかかれるかもしれません、最後のね。てかお目にかかったらもうやっつけにかかろっか。案外溶けたりしてね、そういうの結構あるんでね、私の中でね。私の動画でやってみたら溶けちゃったっていうのが結構ねあるんで。イザベラさんが剣持ってんだよね。でもあれか、イザベラさんはどちらかというと魔法でガンガン行きたいんで、私も剣と交換しましょうか。私まあ当たんないんだけどね。イザベラさんが当たるかなと思ってましたけど、イザベラさん MP が豊富にあるんで、そう思うと私が剣持って剣振ってる方がいいのかなね。 100% メデューサ効くでしょう。ほんとね、どうなのって思うんですけどね。思ったより食らわなかったね。59と60こうかな。当たったね。おお、いいじゃない。なんとなくそうなるのは分かってました。はい、ゆっくり目にすると当たると思うんです。ほら、当たったね。そう思うとですね、やっぱりここは道具でイザベラさんの古来の剣を私に渡しましょう。これいいですね。装備外さなくても、交換できるのはいいですね。で、道具として炎の剣をイザベラさんに渡しましょう。で、装備でイザベラさんね。はい、こうだね。で、こっからも確実に出てくるところがあるんで、入り口のとこ、このブロックの入り口で確実に出てくるようです。しかも先制攻撃だね。痛い。しかも7匹ですよ、これ鬼だな。よいしょ。当たるね。よかったよかった。でもこれ残りの2人が当たらなかったらドツボだけどね。乱数良すぎたんで。お、当たってんね。でもちょっと弱いな。弱いな。全部30代じゃない。いや、全部綺麗に30代だね。最後20代ね。おう、うわ、10 50代。うわひどいなあ。さあ、じゃあ私がここかな。で、ちょっと爆地ですけど、アーノルド君はここだな。うわ、避けられちゃった。あ、よかったね。あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。いやー、
これちょっとあれだな、使うね、イザベラさんに使いましょう。こっから確実に敵が出てきます。ここ出てきますね。あーで先生か、しかも痛いの食らったね。それえげつない、ちょっとえげつないよそれ。2回連続、しかも敵ダメージ食らってないしね。食らってんの？あ、やっと倒せた。いやー、えげつないね。はいはいはい、メディカルを。でも敵にお目にかか、あのボスをお目にかかりたいですけどね。でまた出てくるんですよここ。あー7匹か。でもせっかくなんでね、敵見ていきましょう。ボス見れたらいいね。10とか20とか本当1だってさ。なんだこれ、本当ひどい仕様だな。ランスボコボコじゃん。わー、もう泣けてくるねこの。出てき結構食らうんですよねこれ。だって5匹も残ってんもんね。敵めちゃくちゃよく当たるね。いやーこれちょっと、これはちょっとあれだね、承認関門も、承認関門案件だね。ちょっと作ったやつ出てこいと。本当にちょっとね、まだこれ東淀川の方針にクリスタルソースだったら私ちょっと行ってみたいわ。本当ね、もうないんでしょうけどね。あ、イザベラさんとアンドド君がレベルがあったんで許しましょう。もうね。もう辛い。これほんと辛いな。これボスに会えるのかな。でもう一回、もうあとね、これ最後です。これが確実に出るところが最後です。しかもなかなかいい数字出てくるね。でもこれ帰りのワープ分がもうないんでやばいですね、かなりね。ああ、おお、よかったよかった。ああ、なんとかなったね。で全体魔法を唱えたらたまったもんじゃないけどね。さあ今回一度お目通り願いたいな。 あ私まだレベル上がった。あ、でもこれ全滅するの嫌だなここで。こんなにレベル上がったんでね。でここでこれが来ました、言ってましたね。すいません、このパートで見ることできそうにないです。あの扉をね、お父さんが、亡き父がね言ってたでしょ、 RGB の順番に行けと。それをお見せしたかったんで、色をもうちょっと見せようと前に出たら飛んでしまいました。はい、どうぞって。辛いなこれ。道順が、道順覚えれるかな。今回は皆さんにねお見せできると思ったんですよ、ボスをね。
できませんでしたね。でこうか、一応覚えてね。あー逃げれるのかな。いやでも逃げたらダメだよね多分。4匹ってちょっと中途半端すぎてね、うーんっていう感じなんですけど、123って当たったね。そんなダメージ当たるんだね。128ってあるね。一体何本まで当たるの。130まで当たるのかな。うわークロスファイヤーだ。あーなんかうわめちゃくちゃ食らった。相手1だよヒットポイントね。でこれでもう一回クロスファイヤー来たらもう泣きたくなるけど、うわ泣きたい泣きたいな。1なのにね、1だったら敵さんもう瀕死だよ。フラフラなんだけどね、それでも避けるんだよね。避けたら跳ね返したりするんだよね。おお、うわーすっごい中途半端。あーどうしようかな。うーんそうなっちゃうね。イザベラさん42も食らっちゃったよ。こうでいいかな。私なかなか当たるね。2しか当たんないで当たらないあーららららららら、あーもう頼ます。ほんと私調子いいね。いやーこれ今週お見せすることできないのかな。メディカルね。で、えあれそうだった、ごめんなさい。あ右ダメなんだ。あらららら、もういいや。あらら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 、あとどれぐらいかかるんだろうね。今週残念だったね。この宿屋の人連れて行きたいな。宿屋持ってことできないのかな。道具で、ペガサスワープね。もうこの合言葉を言えっていうのがね、もうこの手順がすごくめんどくさい。はい、デストロイヤー。さあもうあとは育てていきましょう。ガンガンね、もう回転上げて育てて、敵の魔法ね食らわなくなるぐらいまでいったら、もう敵の攻撃もデックスの差でね全然食らわなくなったら、まあ、やっぱ40、35、私のレベルが35ぐらいなのかな。まあね、あのレベルはね、あのガン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 上がってくれてるんで、そこはまだ救いですね。これでレベルね、レベル経験値がすごい、果てしなくなるような代物だったらまずいですけど。あ、やっぱりね、古代の剣使うと、なんかいい感じしますね。はい、ロンギルス。もう一体なんです。普通に行っていきましょう。ね、やっぱ私結構当たりますね。やっぱ古代の剣持ってると違うのかな。で、ここで、こう、うわって。でももう60以上平気で当たってくれてますね。71くらった相手 HP3 なのに。うわークロスファイヤー来るの最低だこれよいしょ。
やっちゃったまた、ごめんなさい、もうすんごく自分に頭きちゃう、すごく自分に頭きちゃうね。ペガサスワープで行こう。すごくね、もうごめんなさい、自分に腹立ちました今ね。よいしょっと、よいしょよいしょよいしょ、泣けてきちゃった。泣けてきちゃった。で、ここにいるのはシグナスワープだね。はい。はい、じゃあね、ちょっとお時間の方よくなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。88クリムゾン終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。